ピッチャーって速い球よりコントロールが一番大事だなと思いますけど、このあたり真中投手いかがですか？いやもうやっぱ自分がまあやってて一番苦労したのはコントロールなので、やっぱずっとコントロールは欲しいなと、まあ、もちろん自分は、まあ、体格は他の人よりも大きくて、まあ、速いスピードで球を投げれるっていう素質はあったとは思うんですけど、やっぱコントロールっていうのは一番大事だなとは思ってました。コントロールをこう向上させていく練習みたいなってあるんですかね。まあ、いっぱいやったんですけど、なかなか自分はコントロール悪かったんでなんかやっぱどうしても技術的な部分になっちゃうんですけど、やっぱそこら辺のその大事な場面でここに投げれるとか、まあ、腕を振ってここに投げ切れるっていうところが最後一軍とか勝負で大事になってくるんで、